ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回は西立花通りにありますこちらのお店、大衆焼き鳥酒場焼き鳥三九立花通り西店をご紹介します。靴を脱いで店内に入ると焼き場を囲むカウンター席と掘りごたつのお座敷席が、東京亀戸の有名店が九州では初となる宮崎に出店です。今回ご紹介くださるのは鳥違いさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもう早速目の前にご用意いただきました。こちらは何でしょう。こちらは焼き鳥おまかせ5本盛りのタレ味でなっております。5本でおいくらなんですか。税込み215円となっております。当店焼き鳥サンキューということで全品一串39円で提供させていただきます。1本39円で焼き鳥サンキューという店名なんですね、はい、どれも美味しそうなんですが、はい、どちらをいただきましょう。一番人気は桃、またネギマ、つくねも好評いただいております。ではネギマいただきます。お肉の旨味とこのネギのシャキシャキ感、ちょっと辛さとこの甘口のタレが本当によく合いますね。九州の方に馴染みのある甘口のタレとなっております。1本39円でこのいろんな味が楽しめるっていうのは本当に大満足ですね。そうですね、皆さん喜んでいただいております。大衆焼き鳥酒場焼き鳥三九立花通り西店のこびきブルーに合う一品は何でしょう。鶏ももの味噌煮込みとなっております。一枚肉をこだわりの味噌で 2,3 時間じっくり煮て作り上げております。ではいただきます。すごく柔らかくってほろほろっと崩れていきますね。これお味噌が本当に美味しいんですが、はい、母が毎年仕込んでくれる味噌でそちらを使わせていただきます。温かさとか優しさも加わってこの美味しさが出来上がってるんですねではではここでこびきブルーのソーダ割りいただきます。ああ美味しいですね。やっぱり鶏ももの旨味と味噌のコクがスキッとしたこびきブルーのソーダ割りにぴったりだと思います。これはもうついつい進んじゃいますね、はい、今回ご紹介した大衆焼き鳥酒場焼き鳥三九立花通り西店のこだわりの焼き鳥と一品料理、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは鳥違いさんもご一緒に今夜もブルーで乾杯。大衆焼き鳥酒場焼き鳥三九立花通り西店で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は恵比寿通りから西立花通りへ、こちらの黄色い看板が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。